ぞ。いいよ砂集めなくて、お前全死だったし。いいよ砂集めなくて。すっきりしたらもう、もういいよ。行こう。よっしゃ。いいよもう。砂集めなくて、さっきより大げさに集めなくていいわ。星の砂とかあった？星の砂とかあった？ねえの？ないの？砂ないのね。ファンデーションしてる？砂でファンデーション。肌荒れるよ。目元一番危ないからね。鏡持ってなかったし。いや、いいんだよ。集めた砂で山とか作んなくていいんか。何が分かった？何か分かった？穴をぼーっとして、繋がったじゃないんだよ、全然。これ、それ海岸でやるやつ。海岸なら星の砂落ちてるかもしんないからね。いや、いいよ。今顔ゴシゴシした？いいよ。バックルに入れなくていい。砂スーンってなるだけだから。バックルに入れなくていいよ。いいんだよ、ポッケで。お前、ベルト通ってない、お前。ベルト通ってんだよ。ピッチャーでお前の責任なんだからな。確かにそれは言えてる。大体なんだお前103対0。お前それは言うの。何100点も取られてんだよお前。確かにな。サッカーじゃねえんだろ。サッカーでもねえよ。フットボールもねえわ。同じだわ競技は。100失点も取られねえよ。散々俺のことそんなボロクソ言うけどな、100失点するチームでお前はベンチだぞ。どんだけ野球下手なんだよお前。それ言う今。言うでしょうか。それ言っちゃう今。散々言われたんだから言うでしょうか。いや、だって俺、両膝折れてる。膝折れてんの？膝折れてんの？よく膝折れて立ってられてるね。いやいや、ちっちゃいギブスして。いや、ギブスでいいわ。正式名称ギブスかもしれないけど、言いなくてギブスでいいわ。試合出てれば俺も今頃、遊撃手。いや、ショートの方が伝わりやすいから、文字にすると分かりにくい。シナリオ的には最後に、本塁打。どっちでもいいわ、ホームランでボールなんて伝わるわ、そこは。うるせえ、そんなことだっていいの？そんなことだっていいの？聞こえたのね、今。今日負けたのはとりあえずお前の責任だからな。確かにそれは言えてる。本当に言ったらお前10-0で悪いから。10-0、まあ試合は100-0だったんだけど。やかましいわ。いや、やかましくなんかない。やかましかったのは100失点を取られた俺の投球とこの喉だ。ごめん。でも一番やかましくなるのはこれからのバスの車中だろ。お前な、須崎行こうぜ。ああ、じゃあ俺待って、まだ仕事があるんだ。仕事あんの？ああ、先バスで車中と喉温めてるわ。先行くわ。ああ、頼んだ。ああ、お前が一番やかましいわ。どうもありがとうございました。